ここに示しましたは西アジアにどのような資源があるのかということで、まあ、現在では石油資源が大きいのですがこの古代には石油ではななくてアスファルトなどが接着剤とい,いますか、そういういうな用途として重要であります。そのほかに金属それから宝石貝木材とか、まあ、そういうような重要な資源が西アジアにいろいろとあるのですがこれらの物流の活発化が 文明ののののの発生をもう一も一つつ背景になったことが西アジアジ都市の特色の一つでありますその理由はこの地域の初期の農業は肥沃な三日月地帯というこの三日月状のところにで生育したのですが文明社会はそこから外れたティグリス・ユーフラテス川の下流域のメソポタミアというところで最初の文明社会が生まれたという。 経緯がありますこれは農業,から農業社会から文明社会に行く時にその食料の生産力だけではなくさまざまな資源の物流の活発化が文明を生むもう一つの背景になったということを示していると考えられます。